にゃかちんです。これうちのイズちゃん、このイズちゃんだわ。これ今パパさんを独占状態でイコイコして待っとる。あ、だけどもパパさんがもう手をベッてどけると、あれちょっと値専用の手がなくなっとるよって、もうすぐ追っかけてくるよ。俺来た、もうイズちゃんだわこれ。まあパパさんもイズちゃんのお口がタップンタップンとこ大好きだもんで、まあイズちゃんももう、まあ、エステにでも来とるつもりかしらこれ。まあ天国みたいな顔しとる。これもそーっと手どけると、こういう感じ。もうさっきからもずーっとこんな風にやっとる。ビアンカチン、おらんこといいことにイズちゃん甘え放題。でもパパさんそーっと手どけたよ。ほらまた来た、やっぱり。もうパパさん手がどっかいっちゃう。あんたが犯人かって、これもうパパさん、J のことも同時に可愛がっとったみたい。まあ、J ばっ、J の、もう、顎んとこもお肉たっぷんたっぷんだもんね。もう、パパさんはもう、もうねじって遊んどる。まあ、イズちゃんは、パパさんのこと大好きだもんで、困ったもんだわ。まあ、エステ。もう、まるでエステ。どういうことなんだろう。もうビアンカ人全然可愛がってもらっとるのに、もうイズちゃんばっかりだろこれ。まあ何これ、もうイズパンチ。もうとにかくもうずっと手はここに置いといてて、ほらまた手がお留守になってるよって言って来ちゃった。そして犯人はジェイ。ジェイは手がなくなっても、こんなイズちゃんみたいに怒らへんよ。もうこういう顔。ほんで、イズちゃんだけだと尺が足らんもんで、今度ビアンカ人が主役の番。これ見て。もう、夜も遅いから、そろそろ寝よっか、つって、もうみんなでこれ、コットの上乗っとんだけど、これよく見たらもうビアンカ人寝るスペースあらへんがね。カブちゃん。カブちゃん、ちょっと、ビアンカ人のお尻が、ビアンカ人の可愛いお尻半分落っこちとるんだけど、見えとるかしら、あなた。もう、ビアンカ人今どんな気持ちか考えてみて。こんなんで、朝まで安心して眠れるかしら。カブちゃん。あんた、女王様みたいな座り方で寝とるけど、ほら、ゆかちゃん助け来てくれたよ。もう、ビアンカ人、もう、こうやって、助けてもらわんと、もう、いい場所が全然取れへん。もう、カブちゃんも、ビアンカ人のこと、全然尊敬してないから、もう、ビアンカ人、いつでも、こういう扱い。これ、横におるの、J。さあ、寝るよ。じゃあ、今日はここまで。